ボガンバラスタジアムとは、スリランカのキャンディにある多目的競技場であり、スリランカで最も古い競技場の一つである。現在は主にラグビーの試合に使用されており、7人制ラグビーの国際試合であるスリランカセブンズの試合が開催されていた。収容人数は3万人。ボガンバラスタジアムは、ラグビー、サッカー、ホッケー、陸上競技、ネットボール、 バスケットボール、ソフトボール、クリケットと様々なスポーツの会場として利用される。ボガンバラスタジアムの原型は1897年に沼地を整備して作られた運動場である。かつてはカーニバル、競技会、サーカス、ジムカーナが開催され、イギリス植民地時代のの処刑場にもなっていた。多数のスポーツクラブと学校が運動場を利用してクリケット、 サッカー、ラグビー、ホッケー、陸上競技の試合や、競技会を実施した。2015年の再開発後のスタジアムの内部キャンディの、スポーツの工業種、事前化で寄付金を集めた EW バーラスウリアや、他の現地の政治家の援助を受けて、改築工事を始めたとく、MB サマラコーンの貢献によって、1972年に、運動場は、近代的な競技場に改修された。 1997年にボガンバラスタジアムは国際基準のスタジアムに格上げされたが工事費用の8900万ルピーのうち75%は国防副大臣のアヌレッダラトワッテイが代表を務めるキャンディ地区スポーツ発展財団からの資金援助で占められていた。スタジアムは市議会の公演の下で再改修され現在はスポーツ省が施設を所有している。 ありがとうございます。